鬼締めしてあるからめっちゃ綺麗ですね。さっきまで生きてたような目をしてます。はいどうも、肩こぼりです。今回なんですけれども、コラボ企画ということですね。お相手の方はですね、パパチェルさんという YouTuber の方なんですけれども、それでは魚選別していきましょう。基本的にはこの中の良い魚を選別してお客様にお出しするんですけれども、今回取っていくのは使えない魚ですね。お分かりいただけますでしょうか。かなり曲がってますね。これなんかすごくいい個体ですね。これなんかまっすぐで売り物としては申し分ないような個体ですね。こちらリリースしていきましょう。さあ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 、どのような魚が取れたでしょうか。いやいいですね。いやいいですね。ぶち曲がってますね。これなんか、まあこちらの魚どういう風になるのか非常に楽しみですね。それではですね、今度は信州大王岩田の奇形を取っていきます。うわ、来ましたね、一発目から来てしまいましたね。これはもうパパジェルさんですよ。おっとこちらの信州大王イワナですね、イワナの三倍体って言って卵を持たないんですよね。卵を持たないっていうことですね。年中身が美味しく食べれるとですね、卵や白子に栄養がいかないんで。はいどうもお疲れ様です。これで魚を締めていくんですけれども、今回のやり方はですね、鬼締めっていうやり方で魚を締めていきます。でこの鬼締めに関しては釣り人の方特に聞き覚えがあるのではないでしょうが、で今回ですね、この水がですね、こちらの川の水引いてきてるんですけれども、こちらの川の水を袋氷でですね、冷却したものになります。で、こちらの川の水なんですけれども、普段はですね、この時期今8月で暑いんで、だいたいもう本当に18度とか20度とか暑い時は行ってしまうんですけれども、今回ですね、こちらしっかりと袋氷で冷却してあります。で、水温がですね、こちら、11度、10.5 度とか、それぐらいまでキンキンに冷やしてあります。で魚を締めるときっていうのは、とにかく死ぬ気も大事なんですけれども、非常に冷やし込みっていうのが大事になってきます。ですので、魚に水道水をつけさせないっていう意味でこちら袋氷を使って冷却しています。でこちらキンキンに冷たい川の水ができております。はい、そうしました。締めていきます。もうこちらも素敵なフォルムですね。いい直線です。そうしましたらですね、こちらまずは脳締めをしていきます。脳締めはですね、タオルで覆ってあげてですね、エラを押さえると魚動きませんのでね。でそうしましたら、まずは脳を締めます。魚を楽にしてあげますかね。はいはい、これで脳が締まっています。もうこの魚は楽になっています。で血抜きはですね、こちらのエラがあるんですけれども、エラのこの膜ですね、ここに膜があるんですけれども、この裏にですね、腎臓が通ってますので、この腎臓の大きな血管をですね、切っていきます。でそうしましたら、もうこの瞬間からどんどん魚体温上がってますんで、すぐに冷却ですね。はい、こうして住んでいた環境で水道水を一切つけさせずに冷却と血抜きを進行していきます。で本来だったら真剣にこのタイミングでやってもいいんですけれども、ちょっと残念ながらですね、背骨の中にワイヤーを通すっていう動作ができないですよね。こちらはですね、神経抜きは今回はできません。ですのでこれで仕立てていきます。でこれでしっかり芯まで冷やします。これぐらいのサイズだったらもう30分ぐらいしっかりやった方が良いかと思います。でこちらの信州大王イワナのブチブチの奇形もですね、締めていきましょう。まずは先ほどのようにタオルで顔を隠して、エラと目を隠した状態ですね。エラと目を隠した状態で、脳を締めてあげる。これで魚が楽になりました。でそうしましたらですね、あと先ほどのように腎臓切りですね、こちらのエラの裏の膜の部分、こちらに通っている腎臓をカットですね。じゃあカットしました。ちょっと背骨触るようなイメージでいいですかね。でそうしましたら、この瞬間どんどん体温上がりますので、すぐにですね、
まあ、あんまり優先さも賛否あるとは思うんですけれども、この人間の手自体が非常に魚にとっては幸運なものですので、まあ、魚の、まあ、心臓の動く力で、まあ、血抜きをしていくっていうのが一番ナチュラルでいいのかななんていうふうに思ったりもします。はい、お疲れ様です。そうしましたらですね、こちら鬼締めでの仕立てがしっかり終わりましたので、あとはですね、こちらしっかり冷却したらパパチルさんの方にお届けしたいと思います。今日は8月10日の今12時前、さっきまでちょっと熟成庫の中身を公開する動画を撮って撮り終わったとこなんですけども、魚が届きました。一応コラボ動画になるんですけども、笠子丸くんっていう長野県の方にちょっと特殊な魚を送ってもらいました。笠子丸さんの YouTube は魚さばき系なんですけども、プロ目線の解説がすごく分かりやすい魚さばき系チャンネルをされてる方です。じゃあちょっと見ていきましょう。じゃあ開けていきます。ではオープン。お、めっちゃ入ってる。よし、ちょっと出していきましょう。いや、やばいぞやばいぞ、これはやばい、さばききれないかも。前でやっていきましょう。で、送ってもらったのは養殖の信州サーモンと大イワナ。ただ普通の信州サーモンと大イワナじゃなくて、奇形です。味は全く変わらないんですけども、もう見た目で商品にならないので廃棄される奇形の魚、それを送ってもらいました。じゃあちょっと出していきましょう。で、しかもね、締めるとき鬼締めしてもらってます。西田の鬼締めですね。積んでたところの水を氷を直接当てずに冷やして冷やし込む、濃締め、エラ切りをした状態でそこに漬け込んで冷やし込むっていう処理をしてもらってます。で、その後冷やして送ってもらうんですけども、その送り方もこうやって氷が魚に触れないように、水道水が魚に触れないようにして送っていただいてます。だから締め方も送り方も完璧だと思います。すごいな。では出していきましょう。おー、見事な奇形。でもやっぱ鬼締めしてあるからめっちゃ綺麗ですね。ほら、目がさっきまで生きてたような目をしてます。これは信州サーモンですね。これもめっちゃ綺麗ですね。やっぱ鬼締めすごいな。今ちょっとこっちに海ぼ水を溜めてる間に処理していきます。全部で5匹あるんですよ。大イワナが2匹、信州サーモンが3匹。じゃあ一番でっかいやつだけ血管管理で味付けをしていこうと思います。鬼締めはぬめりは止まらないですね。海ぼ処理したらぬめりは止まりますからね。後でまた海ぼ処理後のぬめりを見てみましょう。これがぬめりね。ぬめりもそんな全然臭くないですね。これがね、水道水に触れてる魚だとぬめりが臭いんですよ。エラと内臓を取っていきます。エラも綺麗。川魚でこんだけエラ綺麗に維持できてるっていうのは素晴らしいですね。当たり前ですけどすごい脂が乗ってますね。めちゃくちゃ身が綺麗。血抜きもしっかりできてますね。よいしょ。身ぼ処理開始。次、大イワナ。大イワナも同じように内臓除去していきます。もう腎臓はね、もう取らない、このままいきます。では2匹目、海ぼ処理。これは大イワナですね。こういう奇形もあるのか。これね、もちろん鬼締めしちゃうからすごい綺麗なんですけど、まあ奇形やから骨は曲がってる。これ目がね、すごい陥没してる。反対側もかな。あ、こっちの目は綺麗や。
これちょっと血管管理をしてみましょうか。エラブタを切り取ります。開きます。もうここ切っちゃおう。でエラも切っちゃう。もうこれ血管ですね。ここも見えた。ここに入れたらいいんか。じゃあ入れるのはアゴだし。川の魚に海の魚のだしを入れる。面白いですね。血抜きも完璧ですね。ハイドラドーネから入れた味付け材料は全身回って心臓に置いてきて、このエラの切り口から出てくるんですよ。全然血がほとんど出てこない。笠子丸さんの処理が完璧やからですね。 OK、 多分100ぐらい入れたんで、これで味付け終わり。味付けが成功すると、ほら、すき引きしたところから味付け材料が滲んでくるんですよ。ここ茶色いでしょ。これ拭き取るとほら茶色いのなくなったでしょ。これは絶対味付ける材料が身に入った証拠です。ではお腹とエラを出して海の処理をしていきましょう。背骨と一緒に腎臓も曲がりくねってますね。では海も処理開始。ここで一旦最初にやった2匹はもう海の処理が終わってるはずなんで、複製庫に入れていきましょう。最初につけた信州サーモン、最初のめりすごかったじゃないですか。さっと拭きますよ。さっと拭いたら拭きますよ。ほら出ないのかい。めちゃめちゃ少ないの。出るけどこんだけあって、やっとこんだけ。やっぱ海干し処理は沼に止まりますね。とりあえずこれで下げてきます。で最初につけた大イワナもこれも下げてきます。よし、これはどっち。信州サーモンだね。これは普通に処理しましょう。これで海麻酔へドボン。で最後このイワナに血管管理しましょう。何入れようかな。エラブタ切るよ。こういう系のちょっと難しそうなやつはここもちょっと切ってあげると楽で、材料は残りわずかな海ぼの醤油とハモポン酢、とりあえず入れてみましょう。やばい、細いな。やばい、失敗する。ちょっと割るか、もう。だって分かるかどうか。うわ、苦手になった。おりゃ、結構太い。いける。余裕。入れます。大イワナの身ってこんな綺麗なんですね。皮身に脂が乗ってる。美味しそう。これで味付け終わりましょう。それでは内臓を出して処理していきます。これはこのままつけます。これであと全部吊るして、どれぐらいで食べるかな、1週間後ぐらいにどれかから食べていきましょう。この動画でこの続きに食べるか、ショートで出てくるかわからないので、ショートも気になる方はチェックしておいてください。パパ、マラソルさばいてる。
ハーモンポン酢を流した大イワナだけ食べようと思います。パパ、あ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 りがとう。行け、あっちで待っててな。うん、あれ硬い。オッケー、ポン酢が入ってます。あ、1個取れてる。お肉どれがいい？黒毛和牛のいいやつ。セールは取ってあったの？もういいか。うん、お昼ご飯です。怖がりよ。チェルうるさい。チェル刺身だ。醤油つけた。完璧です。マジで？ほんまかい。マジで美味しい。やっぱ酢飯がまずい。うっせえやん。ショック。食べてみ。食べるわ。この酢飯は全部俺が食べます。美味しいな。美味しいな。酢飯が美味しくない。寿司のこの方が100倍になる。食べたいね。うん、これがいっちゃうまいかも。そう、皿に取るとこう、うん、美味しい、最高。でも刺身も美味しいです。うんうんうん、酢飯がいけてないので、うん、失礼しました。酢飯いけてないな。食べてないよ。